曲名が思い出せないよ。君の声でまた聞こえている気がするの。もうここにいない君の声が。
っと初めましての方もいると思います。さっきね一番最初にちょっと挨拶させていただいたんですけど、北村芳美です、よろしくお願いします。なんか私もずっとさっきまで他のアーティストさんの後ろから見てたんですけど、なんか目チカチカしてこないですか？大丈夫ですか？なんか目閉じると残像みたいに出てこないですか？大丈夫？私帽子かぶってるから多少軽減されてるかなって思うんですけど、皆さんなんかね目チカチカしてくると思うので、まあ、全然私バラードも多いので目つぶって聞いていただいても、あ、なんだこいつ寝てるとか思わないんで、全然寝てもらっても、ね、心地よく聞いていただけたらなって思うので、全然目も閉じて下向いたりして聞いても大丈夫です、お願いします。さっきねそのオープニングの時にのトークで話したんですけど、今日私最年長だって、やばくない？まだ10代なんですけど、私やばくない？大丈夫？なんか最年長すごいですね。なんか高校、久々にこのキャスレズさん出させてもらうんですけど、高校生の時とかから出させてもらってて、すごい久々に高校の生の時、17歳の時に初めて作った曲を、なんか最近またその高校生のね、その作った時の自分と重なる部分とか、その自分が作ったんですけど、その曲に共感するなって思うことがたくさんあって、今日年代も、お客さんは年代も性別も違うかもしれないんですけど、何か共通で感じてもらえるものがあるかなって思ったので、久々に歌わせていただきます。迷子って曲です。くせに差し伸べられた手も突き放す、こんなひねき
では今度は目を開けて手拍子できますか。ありがとうございます。あれアップテンポなんかバラードがあるから目つぶってもいいですとか言っときながらね、楽しい曲も私もねライブ楽しみたいです。楽しい曲も歌いたいんですけど、楽しく歌う曲は失恋ソングです。失恋ソングに冷めないって曲聞いてください。目つぶってたのに急に手拍子させられて次休憩でちゃんと目休められるので次目つぶって大丈夫です。なんか好きなものとかって誰でも多分持ってるじゃないですか。その人でも物でもことでも私あんまり好き嫌いないんですけど、やっぱり音楽は好きだし、まあ、好きな人も男女関わらずね、恋愛どうこうじゃなくて好きな人とかもいるし、でもなんか好きなものってなんかどこまで求めていいかってなんか難しいなって思って、まあ、大げさに言ったら好きすぎてストーカーになってしまう人とかもいるじゃないですか。
からその好きっていう感情って難しいなと思って、好きだからすごいいくらでも求めていいのかって言ったらやっぱりそういうこと考えると違うのかなとか、でも好きだ、せっかく好きだったら好きなだけ好きなものを追ってた方がいいのかなとか、でも好きすぎてなんかなんだろう、私のお姉ちゃんの話かなんか例えとして持ってくるんですけど、お姉ちゃんなんか私もトマトすごい好きなんですけど、お姉ちゃんもすごいトマト好きで、お姉ちゃんトマト好きすぎて毎日毎食ずっとトマト食べてたらトマト嫌いになったんですよ。だからなんかやっぱ美味しすぎてもダメなのかなとか、なんかいろんなね、好きっていろんなものことにあるじゃないですか。でそういうこといろいろ考えて距離を取った方がいいのかなとか、好きじゃないって思い込ませた方がいいのかなとかいろいろ思うんですけど、まあ、結論好きは好きなんですよね。なんか好きに理由はないとかよく言うじゃないですか。だから好きなものは求めたかったら求めた方がいいだろうし、距離感とかも好きなようにとっていいのかなって、まだ難しいなってね、皆さんの方がそこの経験値は高いかもしれないんですけどって思って、で次の曲をその作った時はそういう感情じゃなかったんですけど、そんなことも考えながら次の曲歌おうと思います。この上ない幸せの
私もいくつか告知を、まず SNS だ、 SNS が Twitter、インスタ、ホームページ、LINE アット、まあ、メールとかいろいろあります。あ、アメブロもあるけどやってないな、とかいろいろあります。何かしらやってる方いたらつながっていただけると嬉しいです。私もなんか SNS 系書いてるフライヤー今日ないんですけど、まあ、聞いてくれれば私も全然やだとかって教えないことはないので、全然声かけてくださいですね。で、さっきね、ジュリちゃんがちょっと言ってくれてたんですけど、8月10日金曜日に初自主企画をします。イエーイ、ありがとうございます。私は水道橋ワーズさんで、私のね、もう好きな人しか呼んでないので、あと皆さんが来てくれるのも完璧なので、ジュリちゃんもオープニングアクトでね、スタートダッシュをね、いいライブにしてくれると、してくれるので、ぜひぜひ一緒に楽しい夜を過ごしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あ、チケットあります、持ってきてるのでお願いします。まあ、ライブはいろいろやってて、明後日もライブで、今月はあと20、明後日が何日だ、17、あと22と25と27とかあるので、どっかしらタイミング合えばフラッと遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そうだね、言ったね、言うこと多分言った。まあ、お話だけでも後で声かけてもらえると嬉しいです。このギターの感じで多分曲分かる方いると思うんですけど、最後はね、楽しくやっぱり終わりたいなと思うので、楽しい曲をやりたいと思います。私は今会いたい人がいて、会いたいとも言えなくて会えないんですけど、やっぱり会いたい人には会いたいって言いたいし、会える時に会っといた方がやっぱいいんだなって思ったので、皆さんそういう方いたらね、会っておいてください。Tonight っていう曲を 歌ってほしいところがあるんですよ。だから一回歌うのでね、歌います。いけちゃう感じですか。歌ってみようか。あ、すごい。ついでに手拍子とかできる。あ、いけそう。歌
タイミング私せーのとか言えないんですよ、なんか分かんなくなっちゃうから。だから知ってる方はもう歌ってもらって、まあ、初めて聞く方は察して歌って入ってきてください。最後トゥナイトって曲聴いてください。ついさっきまで君と一緒にいたはずなのに、もう今は隣にいないこと少し違和感です。君が降りて閉まるドア、動き出す電車の窓から遠くなってゆく君を眺めていた。スキップで言葉は口にも文字にもできないけど、とりあえず開く遠く画面、言いたいことは後にも前にも出てくるのに、目の前にすると言えずじまい。気づけば君と最後に会ってから月日は流れて、なんとなく続いたラインもだんだんと感覚が空いて、指先では繋がって笑い合ってはいるけれど、そうでないぬくもりを求めていた。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、なんかあれですね、あのアーティスト写真はなんかすごいこう高原のお姫様みたいな写真いただいてたんですけどなんか違いますね、イメージが。若干今日だけですね。でも今日だけ、なんか髪の毛をあんま結ぶの好きじゃないんですけど、うん、はい、髪の毛すごい熱くて、あのキャップかぶって首にまとわりつくのが嫌で今日結んだんですけど、うん、結ぶとちょっと顔の周りが寂しくて。あ、そうなんだ。視界が開けてると怖くて帽子かぶりました。 なんか北村芳美さんっていうよりなんかあの小玉ひかりさんみたいな感じだよね。あー、ひかりちゃん懐かしい。キャップかぶって歌うそうか、うん、シンガーソングライター。
なんかねイメージが違ったんでね、あれ最初誰かなと思ったんだけどね。うん、はい、ということで、はい、最初うちのイベント出てた時はやっぱ名前が違いましたよね。そうなんですよね、私も改名したので、うん、改名系だよね。改名系ですね。なんだっけ、逆なんですけどね、ライムって名前でやってました、うん、そうライム、本名に改名しましたね。そうキラキラだったのに普通になって今本名本名ですね、まあ、本当漢字なんですけど。そっか、じゃあ青さんとちょっと違って逆です ね、 ね、うん、キラキラから本名に、うん、キラキラなくなっちゃったみたいな、うん、え、あ、そういう意味じゃなくてねでもキラキラっていうことで言うと、そのアーティスト写真みたいなこうドレスだったりこうスカートだったり、いつもはスカートなんですけど ね、 ね、お姫様みたいな、ね、今日は、うん、なんかあの割とあのジュリちゃんっぽい感じだよね今ね。今日はジュリちゃんとあの同じ家族みたいなそんなちょっとカジュアルな感じで、はいはい、本当に久しぶりのステージでなんか、はい、ステージ慣れしましたね。なんかそうですかね、うん、なんかのお客さんも乗せたりこういろんな感じで、そんな感じでね、本当にノリノリな感じで、はい、なんかもっとなんかしっとりとしたイメージだったような気がしたんだけどね。そうですね、バラードしか最初の方は歌ってなくて、やっぱでも自分が楽しいライブも行くんで、うんうん、イエーみたいな、全然ちょっと変わった、なんかそういうライブもしたいなと思って作りましたけど。なるほどね、そっか、じゃあもう一回なんか改名してなんかもっと激しい名前になるとかねもっと、うん、北村よしみって何、本名ひらがななの？本名漢字です。漢字、なんかよし、でもなんか全部漢字だと堅苦しいな。北村グーミとかねすごい、どっからって、え、よしだからグッと、あーなるほど、うん、なるほどグッドで美しいだよね、違う違う感じ、いや感じは合ってます。合ってる、はい、すごいね名前だよね、うん、いやなんかもっと激しい感じのね、激しい、普段私激しくないですね、うん、激しいですか、え、激しく、普段は今日激しかったですか、普段あんまり激しくないです。うん、なんか今日はノリノリのイメージで終わったからね。そうですね、うん、なんか、うん、その衣装もそうだし、いつも激しいらしい、スポーティーな感じ。え、皆さんいつもどうなんですかちょっと皆さん、あのファンの皆さんね聞きましょうか。あの北村よしみさん、いつもは穏やかな感じの、ステージだと思う人手を挙げてください。え、なんかあれ、お、いつもから賑やかで盛り上がる感じのと思う人手を挙げてください。最近のテンション高めみたいですね。そうか、どんどんテンション高くなってきます。多重人格かもしれない、まあ、イベントに向けてね。そうですね、そうですか。え、血液型 AB 型大型です。大型か、全然、うん、大型全然違うね、うん、大型は目標が決まるとね、それに向けて着々と動いていくタイプだと思うんで、はい、そうですか、楽しみですね。はい、じゃあ、イベントの告知なんかをここで。そうですね、一番今来てほしい、本当に来てほしいライブが8月10日の自主企画になります、井戸橋ワーズさんで。お盆前で忙しいかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっとでも無理してでも来てよかったなって思える日にするので、ぜひ遊びに来てください。以上です。はい、そこね、あと、はい、はい、ありがとうございます、ね、はい、なんか新しいライブハウス、新しくもないのかな。そうです、あの1周年記念で、井戸橋ワーズちょうど1周年記念のも含めて企画させていただくので、うん、あ、ね、ノマドの、そうですね、ね、スタッフさんが立ち上げたんだよね、はい、確か、うん、僕まだ行ったことないんでね、ぜひぜひ。どんなとこ、広い？そうですね、なんか開けててすごい、うん、え、広い？そう、割と、うん、なんかそうですね、四角くて、四角いんだ、はい、ノマドより広い。ノマド行ったことないんですよ私。え、ノマドさん行ったことなくて。え、本当に？はい、本当だよね、なんか出てそうなイメージお誘いもらってもなかなかタイミング合わなくて。あ、そうなんだ、そうなんだ。なんか最後どうで閉まるっていうのはなんかやっぱりあれなのかな、系列イメージしてるのかな。あ、そうなんですか ね、 ねえ、どうで閉まる人多いじゃない、天魔道とかノマドとか関係ないかな、気のせいかな、はい、どうでもいいですね、はい、ということで、じゃあね、あとは北村さんちょっとイベントあるんだったら、うちのキャスルズ、さっきちょっとやったキャスルズオンエアの方もね、ぜひ ね、ゲストとかでぜひ今度来方来てください、はい、ぜひ、うん、多分イベントの前はちょっともう時間ないと思うんだけど、またそのうちね、はい、ぜひ来てください。今日の食パンちゃんとか、出てますんでね、
はい、ということで、じゃあ最後告知大丈夫？もうあ、CD があります、CD、2枚、CD、2種類、はい、どうぞ、はい、告知、その、何だろう、あ、今日歌った2曲入ってる CD、 ファーストシングルとして出してる CD がと、あと初めて作ったって言った曲が入ってる弾き語りの音源、今日それ2枚しかないんですけど、500円のデモ CD もあるので、ぜひ持って帰っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい、北丸芳美さんでした。